はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカのですね、M 型の、モノクロ専用のデジタルカメラになります。ライカ M モノクロームですね。はい。モノクロしか撮れないデジタルカメラということですね。唯一無二、非常にですね、硬派なカメラだと思いますけれども、これがですね、モノクロ専用の、センサーとして開発されておりまして、いろんなカラーでは必要なフィルターとかですね、いらないものが全て撤廃されておりまして、非常にクリアな映像を撮ることが可能になっているんですね。モノクロを撮る方でしたら、ぜひですね、一度お試しいただきたいカメラですね。僕自身もですね、これプライベートで持っておりまして、非常に気に入っている、カメラです。はい、ということで、外観から見ていきたいと思います。はい、この個体の外観はですね、うっすら使用感ありますけれども、おおむね備品と言っていい、状態じゃないかなと思いますね。ですね、こういった軍艦部にも、目立つようなすれ当たり、へこみは見当たりませんで、細かな摩耗程度ですね、こういった角の部分ですね、に細かな摩耗がある程度です。あとはストラップの跡がちょっとついてますね。両側にちょっとストラップのあるカートがある程度です。はい。あとは、背面、前面も綺麗ですし、底蓋もですね、薄い摩耗がある程度ですね。はい。ガリガリってやった跡はないです。で、液晶も綺麗ですね。こう、擦り傷、引っかき傷はありません。サファイアガラスが採用されてますんで、擦れたりとかはしないはずです。はい、外観は非常に綺麗な状態だと思います。はい、全く気にせずにですね、お使いいただけると思います。ファインダーも綺麗ですね。ゴミ釣りの混入とか、曇りカビはありませんね。接眼部から見てもゴミ釣り混入、曇りカビ、バミのようなものは見当たらず、ブライトフレームも全てきっちり、綺麗に表示されておりまして、二重像も、縦ずれせずにですね、くっきりはっきり表示されて、フォーカシング、フレーミング、ともに何のない綺麗なファインダーになっております。はい。で、シャッターはですね、ほぼ皆さん、フォトでお使いいただくと思うんですけれども、こういった低速からですね、高速までしっかりと、シャッター切れておりますんで、はい。全く、はい、機構的に問題はありませんね。はい、今見ていただいたんですけれども、はい、これフルサイズの、モノクロ専用フィルターですね。専用のセンサーですね。はい。照準もですね、はい。はい。何の問題もなく、この液晶の焼けとかもなくてですね、非常に綺麗な状態です。はい。メニューも日本語で全てきちんと表示されております。はい。いいですね。はい。液晶の表示とかもですね、全く問題のない感じになっております。はい。付属品がこちらのフロントキャップですね。それと、いくつかのケーブル類ですね。USB と、バッテリーのチャージャーですね。バッテリーはこの底部から取り出して、はい。これバッテリーですね。で、SD カードですね。SD カードは、今回は付きませんので注意してください。別売りですね。はい。バッテリーのチャージャーですね。それと、コンセント類ですね。ケーブル。これヨーロッパで使うやつですね。それと車の中のシガーソケットと、国内のコンセント。はい。こちらのアタッチメントが付いてます。でもって、外箱じゃなくて中箱付いてますね。はい。こちらの中箱です。こちらにこうすっぽりと収めてお届けいたします。中にも、蓋にもウレタン付いてますので、これで、まあ、バッチリとですね。はい、ショックを与えることなくお送りすることができます。でもって、こちらの、はい、
マニュアル類ですね。マニュアルはですね、こちらはドイツ語、英語ですね。まあ、直感的にお使いいただけるカメラですので、マニュアルと首ピキになることはないと思いますけれども、はい。一応お付けいたします。日本語のマニュアルが必要な場合は、あれですね、ライカのホームページからダウンロードできると思いますので、そちらを参照してください。それと、こちらの外箱ですね。はい。ライカ M モノクロームですね。この箱も、傷んだりせずに綺麗な状態ですね。はい。角が潰れたりとか、壊れたりとかしてないですね。はい。でもって、シリアルも一致してますので、正真正銘のこの答えの外箱です。はい。ということで、ライカ M 型の、モノクローム専用デジタルカメラ、ライカ M モノクロームになっております。外観もですね、綺麗で非常にまだまだこれから使っていただけると思いますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。